マスクドコメディアンの覆面ラジオはいというわけで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ,パチ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 からの8888 88ということでございますくさてさて今回は質問箱の質問に答えていきたいと思いますく今回の質問はこちらですドドン 今日の朝ごはんはというご質問です。ありがとうございますく。えー、今日の朝ごはん、ズバリ、えギ、ー、ャングドーナツです。えー、皆さんご存知ですかねあの、駄菓子屋さんとかに昔よく売ってた、あの、ちっちゃいね、えー、ドーナツが4つ入った、ギャングドーナツ。うん、あれが今日の朝ごはんですね。というのはね、あの、僕朝がね、結構弱くて、起きてすぐね、今結構ギリギリまで寝ているので、 起きてすぐ、えー、準備してすぐ出ていくんですけども、そのご飯をね、寝起きて食べたら大概ね、なんていうんですか、胃もたれしたり、お腹下したりするので、まあ、ね、もっと早く起きて、時間経ってからご飯食べたら一番いい話なんですけど、えー、ちょっとでもね、多く寝たいから、えー、寝てしまうんですけども、えー、それで、負担のない食べ物、 色々試したんですよ、えー、カロリーメイトとかね、えー、パンもねいろいろ試したんですけどやっぱりねヘビーなんですよね僕にとってはで家で作ったりしてたりもしたんですけどもちょっとヘビーやったり奥さんが作ってくれたんですけどもちょっとね食べれなくて申し訳ないんで朝ごはんはいらんっていうふうに言うてるんですけどもだからいつもね最近は朝起きてコーヒーをちょっと飲んで家で出て ああの駅の駅近くにローソンがあるんですよねそこにねそのヤングドーナツが売ってるのでそこでちゃちゃっとね儀、まあ、はあるんですけど食べて、えー、で電車に乗るというのがもう最近の、えー、朝です朝ごはんですねあのねほんま絶妙なんですよねもうほんまにいろんなパンとかねいろいろ試したんですけど一時カロリーメイトのねあの半分 の量のやつにずっとそれしてたんですけどもあのー、今はそのヤングドーナツが絶妙もう糖分取れて絶妙美味しいし絶妙ブラックのコーヒーと合うし絶妙ですねえー、食べたことのない方はぜひねおすすめしますちょうどいい <laughs> まあ多分朝ごはんにしてはちょっと少ないかもわかんないんですけども、えー、僕の朝ごはんにしてはちょうどいい量ですねえー、だからねあの差し入れする時は ヤングドーナツをお願いしますやらしいな、ほんまに。ねえ、そう言うたらね、差し入れしてもらえると思ってね、ドーナツだけに考えが甘かったな、言うてね。はい、というわけで、今回は質問箱の質問に答えさせていただきました、えー。まだまだね、質問箱の質問いっぱい残ってますので、ちょっとずつ答えていきたいと思いますく。というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございますく。